いやどうしようかな、欲しいな、いやマジで買おうか悩むな、どうしよう。いやでも今日買うしかねえよな。いや買っちゃったよ。はい、ということで本日レンタル勝俣でここ東京ドーム来ております。レンタル勝俣過去にね、いろいろ企画やってますけども、まあ、今日もねあの X の方で視聴者さんからメッセージいただきまして、今日なんとお二方いるっぽいんですよね。なんで今日3人で見る感じみたいなあれっぽいんですけど、まあ、今日大事な首位攻防3連戦なんでね、まあ、これは負けられないぞということで、ちょっと勝俣今日気合入ってますよ。ちなみにね、まだ試合開始2時間前なんですけども、めっちゃ賑わってます。世間は夏休みですからね、まあ、私は一生夏休みしてますが、この人数ってことですごいな。ズルズル、はい、ということで、カズヤさん、はい、とザキで、ザキさん、はい、あ、カズヤとタケヤでザタッチじゃないんだ。いや、タケヤ俺の兄ちゃん。兄ちゃん、あ、生まれたお兄ちゃんなんだ。レンタル勝俣ご依頼いただいてありがとうございます。お願いします。ちょっと待って、またイケメンじゃねえかよ。かっこいいっすよ。カズヤかっこいいね。カズヤかっこいいね。ザキもかっこいいし。2人は年齢は25です。99世代です。あ、99年世代ね。まあ、同級生で言うと佐々木俊介選手ですね。あ、佐々木ね。ああ、渋いね。地元一緒なんです。マジで地元。あ、地元一緒なの。はい、おー、そうなんだ。ザキさんは、まあ、高木渡るとか。西武の西武の。あれめっちゃ西武ファンなんです。西武ファンかい。西武ファンなんかい。めっちゃ西武ファン。今日一塁側の内野席ですかね。おお。意外と俺東京ドーム一塁が初めてかも。え、そうなの。俺外野スタンドばっかやもん。さあ松山がバッティングします。あ、今日から聖金が一軍行きらしい。何？最悪です。嘘だろ。高梨だけは飛ばさせちゃいけない。おい、なんで巨人戦からなんだよ。巨人戦だけやたら打ちますから。いや、えぐいだろう。てか、あの松原どう？松原どう？ちょっと松原はこの間やっと打ったんですけど、あ、この間ね。やっと自己紹介できてます。ああ、いらない。いらないってさ、いらないって言った。松原いらないって言った。松原言われてるぞ。松原。頼むよ松原。ザキさんセーブファンでしょ。強いて言えば巨人で誰が好きなの？強いて言えば巨人の選手。強いて言えば巨人で誰が好きなの？巨人の選手。高木京介。高木京介っつった。あぶねえ、俺笠原って言ったらもう手挙げてたけど、まあ、高木京介だったらギリ許そうか。まあギリ許そうか。あといないからもう。もういない。あ、そういない。あといないですか。あの高木渡る高木京介、高木やめて。高木が好きなんだよ。豊がいいよな。リッチギとかもね。リッチギ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 だね。高木山の手線ゲームやる？やりますか。高木山の手線。ちょっと手札考えさせてください。じゃあ俺からね。いくよ。せーの、パンパン。高木ブー。パンパン。高木隼人。おお、パンパン。高木ひろゆき。おお、パンパン。高木大成。パンパン。高木海也。ああ、誰？あ、豊か、豊か。あのあれだ、セクシーゾーンの高、セクシーゾーンじゃねえ、あの平成ジャンプの高木優也。高木優也、高木優也。あれ高木です。うわ、小負け。え、あれ高木なの？あれ高木です。知らねえ。高木レニがいます、高木レニ。うわー。あ、違う、あれだって白だもん。あれダメ。感じしてやったの。あれ、元山です。あれダメです。あ、そっちやったんだ。なんか、カズヤ君があの東京でも詳しいらしいやん。あ、めっちゃ詳しいです、僕。で、なんかここがおすすめなの。ここめっちゃおすすめですね。しかも期間限定なんですよ。あ、期間限定なの。6月にオープンしたんですか。うん。メンチカツとキュウリの一本漬け、やばいっす。へぇー。まあ、俺いいから、じゃあザキさん食べる。はい、じゃあ食べます。じゃあ。おぉ！お？でっかでか。
でっかでか、うん、でっかでか、肉汁がでっかでか、うん、まい。マギーの頭がでかでかでっかでかや、うん、うめえこれ。あ、カープスタメン発表始まってます。あーあー、スイカネスタメンや、あーやめろっつったのに。どこい、ザキさん、ザキさん、あ、ください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 。さあ、試合始まりました。頑張れ。え？入ったんじゃん。え？危な。秋山。待ったよ。取れよ。え？金出せよ。しょうがない。セーブがもっとセーブ見せたらね、秋山今もセーブいたで。ああ、もういきなりチャンステーマ。チャンステーマからのチャンステーマ。だ広島の手の取り方ってこれで、うん、でセカンドゴロ打つんですよ。そうで絶対にあの内野ゴロの間に1点なんですよ。そうこれで、あ、ちゃんと野球うまいんだよね。そう、広島ってそういうチームだから。そう、本当にもうないから。本当にありがとうございます。お支払いも、まあ、どペイペイでのどっち見ていいか分かんない。じゃあ野球に、じゃあ野球を、あーあー、小園小園が4番打つ未来なんて誰が予想したねん。どうすよ、シャイナー、レイノルズ何してん。本当にシャイナーこの前一瞬復帰しませんでした。あ、そう、いたよね。いましたよ。あ、いなくなっちゃったもん。アドゥアのせい点取れるでしょ。アドゥアの、ね、アドゥアのお兄ちゃんと草野球で試合したんですよ。何それ。めっちゃ球速い。アドゥアのお兄ちゃんと草野球やったバカでかい。ムービングしてた球、サイドスローなんですか。サイドスローなんか、めっちゃでかいのにサイドスロー、サイドスローなんか、もったいない。お、タツノリ、お、タツノリだ。あれあれ、タツノリ、あれタツノリだ。あれ、タツノリだ。あー、懐かしい。久しぶりです、お久しぶりです。マジで、いつも持ち歩いてるんだ俺。お前かい。ザキさんかい。ザキだった。ザキ。あの、ペリのエンディングね、これ。エンディングやってんだ、これ。ピーパー。じゃ。夢叶ったわ。まさかこのタイムで叶うとは。夢が。これ撮ったらおどわだけどね。あー、あら、生えてる。ちょっとなんかもう、神宮の人工芝ぐらいになってきて、ちょっと嫌なんだよね。嫌だ、嫌だ。ちゃんと伸びてる。あー、うつすぎやね。走れ、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 走れ。いやー、こらえられてないな。カズヤ君は、なんで巨人ファンだったの。マジ、親の影響っす。親がリビングでずっと巨人戦流してたんで、うん、なんか気づいたらファンになってましたし。その時の年代は2009ぐらいっす。あー、壁が、はいはい、壁が25本で。あ、そうだね、はいはいはい。左でバンサイドっていう先発ピッチャーがいたぐらいだね、多分。多分そんぐらいかな。あ、バーンサイド、あ、いたね。ハイヒコクチャンネルをめっちゃ見てくれてるっていう話だったんですけど、はい、見てますよ。ハイヒコクチャンネルの一番好きな動画なんすか。ルーティーンとロッテ対巨人をあの辺で見てた時っすね。あはー、めっちゃホームラン打った。めっちゃ昔のやつ見てくれてるね。俺めっちゃ見てますよ。嬉しいわ。なんか TikTok もやってるみたいなんで一応リンク貼っときます。ありがとうございます、はい、Vlog 載っけてるんで。 Vlog やってるんだよね。はい。うわっ、菅野智之の誠司があそこまで飛ばしたの見たことねえよドッグです。そんな話でした。なんかカレー味のあれみたいですね。いただきます。本当智之。
あ、辛い。あ、辛い。2020年の菅野みたいな出てたけど、モーションが入ってた、モーションが入ってた、2020年の菅野みたいな、あ、うまいうまいうまい、ちょっと辛さが効いてるから審判辛い時の菅野の顔になっちゃうんですね。あ、こうやって顔に出すんですけど、ね、ちょっとプレミアムモルツの姉ちゃんにかぼられてる俺なんか。みんな変わる。だってまだ変わられすぎてる。まだあるし。ああ、まだあるし。よくね、やっぱイケメンと飲むとよくないな。こういうのがあるのか。だからあの子は関係ないっす。なるほどね。可愛い子が悪いっす、これは。俺に向かって飛び出して。早いって。もうこの子にもう、釣られちゃって釣られちゃって。巨人で好きな選手は丸です。丸かい。丸かい。お任せあれ。買っちゃおう。はい、今日は酒飲み来てるじゃん。だって応援するチームないから。今日セーブ試合してないの。セーブ試合してない。あ、新潟途中経過。新潟負けてる。負けてるかい。おお。まあ、だから菊池容赦ダメだって。いやー、アドは打てねえなー。なんでアドはこんな打てない。ほら、やっていいじゃない。ほら。ほんとだからな、ほんとだからな、教えてきたけどお前マジいいピッチャーだからな。でも山崎がさっきの字一緒だから好きだから関係ねえだろ。来ちゃった来ちゃった来ちゃった。あははあはは、どれですか、誰誰何杯飲むんだ俺だって。今日なんか1安打の量じゃないって。本当だよ、ね、本当だ、1安打の量じゃないよ。いや、顔赤い。あーしろ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 、逃げろ逃げろ。あいつのせいや。あいつだ。じゃあどういう絵？あれ？うわ出た。あれ？あれなんかざわついてるな思ったら。ヤマトドンコース。アジアね。アジアね。あとは。あとは完封？あとは完封くさい。完封か。救急も続投だから。さあ、大きな声をしてグランドにエールを届けていきましょう。あんなとこ行ったんだよ。何やってんだお前。何やってんだよ。なんでアズマに完封やねん。巨人勝つつもりで来た。俺もそうだよ。マネ。勝つじゃねえ。マネ選手もいい。おい、何がサンクスだ、おい。おい、カズヤ。今日の試合は、アドゥア、相手に3安打。アドゥアがカード頭に出てきたのもびっくりだし、なおかつしかも完封っていうね。聞いてないっす。聞いてないよ。イオリで勝つと思ってたもんね、今日。俺はもうイオリで、イオリ8回で9回大勢かと思ってました。そうだよ。俺未だに現地で大勢見たことないんだから。え、マジで、マジで1回もないんだから。え、本当なんだよ。いや、2人とも野球観戦よく行くってことなんで、まだちょっと現地でぜひ。まあ、もう2人とも友達なんで、はい、そうです。これからもよろしくお願いします。お願いします。今日の巨人戦、はい、ね、西武ファンだったけど、どうだった。強打ダンス踊りたくなっちゃいました。巨大ダンス？巨大ダンス。巨大ダンスなんてあんだっけ？何もないっすね。巨大さあ走り出せ、アンカー風に行け、秘めた思い繋いで輝け巨大。
かっとばせ兄弟。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティー、ゴーチャイアンツ。